2018年に行われたイベントでの展示品。プロトリュックはカシオ計算機が販売する腕時計のブランドである。登山などのアウトドアで使用されることを想定しており、ほとんどの機種が温度センサー、気圧センサー、方位センサーを装備し、気温、気圧、方位を計測できるのが特徴である。大半の機種に標準電波受信機能が搭載され、そのほとんどは欧州など、 日本国外の電波受信にも対応する。プロトレックシリーズの開発は登山家、竹内大竹や岩崎元浦のニーズをフィードバックして行われる。また、カシオの開発メンバー自身が実際に登山して使用体感を検証している。1994年にトリプルセンサーを搭載した最初の製品を開発、発売。翌年に初のプロトレックブランド製品を発売。 2000年に大画面簡単操作のコンセプトで現在の製品群と同等の計測機能を持つ大画面2層液晶の製品を発売2002年にはタフソーラーを搭載2005年には電波ソーラー時計 PRW-1000 シリーズを発売する PRW-1000 シリーズはデュプレックス LCD を搭載しアウトドアツールとしては優秀だったが 本格的な登山用としては成功策とは言えなかった。竹内は、ヒマラヤのシャパンマ登頂時に、PRW-1000 を傾向したが、ロープを扱うような手先で微妙な作業をする場合、手首の動きを妨げる障害となるほど、大きく厚すぎたため、腕への装着はできず、首から下げて使ったという。このため、後継モデルは、デュプレックス LCD を止めてでも薄型化を、 行っている。竹内が PRW-1300 を着用して2007年にマナスルを登場した時の感想やアドバイスをもとに、時期モデルの開発が行われ、2009年の PRX-2000 シリーズ、マナスルに反映されている。技術の進歩により、デュプレックス LCD を搭載しながら薄型化を両立している。 プロトレック PRW-1000TJ-7JR 書きに記されている機能はすべての機種に搭載されているわけではなく購入時にはどの機種にどの機能が搭載されているか確認する必要がある日本国外での名称は日本国内版同様プロトレックであるがアメリカ、カナダのみパスファインダーの名称を使用する製品の型番が日本国内版であれば PR であるのに対し、パスファインダーは PA となっている。基本的に日本国内版と機能に差はないが、各種センサーの表示単位の切り替え機能が付加されている。なお、日本国内の時刻電波のみに対応した PRW-1000 シリーズに相当する日本国外版は存在していない。電波時計に対応した製品は日本国外の電波に対応できる。 prw-1100 相当以降からラインナップされている。単位切り替えができることを好む人は逆輸入でパスファインダーを求めることがある。日本国内版、日本国外版とも液晶ディスプレイは共通部品であり、国内版製品でも光の当て具合や見る角度によって国外版製品の単位表示パターンが存在していることを確認できる。レポート プロも、納得のアウトドアウォッチ、プロトレックの進化を試す開発者は、ただの山好きインタビュー、クライマー自らが開発した、アウトドアウォッチ、プロトレックから、登山家、竹内洋楽牛山和と頂上をモデル開発へのモチベーション、相棒という名の腕時計、カシオプロトレック PRX-2000、T レビューソリフルその名は、マナスル、登山家、 竹内を竹公式ブログ、ありがとうございます。